はい、こんにちは、116インズです。いよいよ来週からプレーオフが始まりますね。コンテンダーにとってはシーズンの集大成、ワールドチャンピオンを目指して1試合1試合とても重みのある試合を戦っていく、まあ、見る側からすればどの試合もレベルの高い熱い試合が見られるということで、今からとても楽しみにしているところです。レギュラーシーズンも残り数試合となりまして、プレーオフへ駒を進めたチームも徐々に決まりつつありますが、今回はプレーオフ出場が決定、あるいは可能性が高いチームが、なるべくならこの選手とはプレーオフで対戦したくない、裏を返せばこのチームと対戦する際には相性の良いこの選手がキーマンとなるのではないかという形で、独断と偏見で選手を選んでみました。エールのワイルドカードの行方が全くわからないため、今回は NL からご紹介し、次回の動画でエールについてもやっていこうと考えていますので、次回の動画もお楽しみに。ということで早速見ていきましょう。はい、まずはサンフランシスコジャイアンツから見ていきましょう。ジャイアンツはおそらく全 MLB ファンの予想をいい意味で裏切り、この動画を作っている時点でシーズン103勝、 NL 西地区首位の座を依然として守り通しています。プレイオフ進出自体はすでに確定していますが、これだけ勝ってもなお地区優勝が確定していないのが西地区の恐ろしさというか、後でも出てくるドジャースと同じ地区を戦う辛さとも言えますが、そんなジャイアンツがプレイオフでできれば対戦したくない選手は、同地区のライバルドジャースのマックス・マンシーではないでしょうか。ジャイアンツは地区優勝にしろワイルドカードにしろ、ディビジョンシリーズでドジャースと対戦する可能性がありますが、マンシーは今季ジャイアンツを大いに悩ませた存在でありますよね。今季ドジャースとの直接対決の初めの10試合だけで、マンシーはジャイアンツ投手陣から実に8本のホームランを放ち、今季通算でも OPS10 割超と完全にいいようにやられてしまいました。しかもマンシーは今季最初の直接対決は途中出場で打席に立っていなかったことを考えますと、実質9試合で8本ホームランを浴びたことになりますので、対応には相当苦労していた印象です。ディビジョンシリーズは最大でも5試合しかないかなり短いシリーズですので、もしドジャースと対戦することになった際には、このマンシーを食い止めることができるか否かがかなり鍵となってきそうですね。ジャイアンツは7月20日以降のドジャース戦ではマンシーを打率2割5厘に封じていますので、同じような流れでマンシー封じといきたいところです。はい、続いてはロサンゼルスドジャース。ご存知、昨年世界一となった球団で、今年もすでに101勝と圧倒的な強さを誇っていますが、同地区のジャイアンツの予想外の快進撃により、地区優勝は微妙な状況となっています。ドジャースはドジャースで100勝してワイルドカードからの戦いとなりそうなのは、なんともかわいそうなところですが、そんなドジャースがプレーオフ中できれば対戦を避けたいのは、ブルワーズのエリック・ラウアーではないでしょうかね。ラウアーはもともとパドレスでデビューした左腕で、2019年のオフにトレント・グリシャムらが絡むトレードでブルワーズへ移籍。今季ブルワーズのローテーションで本格的なブレイクを果たし、23試合で7勝、防御率 2.93 と好成績を残していますが、実はラウアーはパドレス時代からドジャースキラーとしてよく知られた存在なんですよね。通算ドジャース戦8試合を投げ6勝無敗、防御率 1.89。ラウアーは2018年に MLB デビューを果たしていますので、今と同じくらい強いドジャースを相手にしながら、この相性の良さはちょっと不思議なものがありますよね。今季のラウアーの初先発も実はドジャース戦で、この試合も5回無失点にドジャース打線を封じ、相性の良さは相変わらずです。ドジャースはジャイアンツの壁を突破できた暁には NLCS でブルワーズと対戦する可能性がありますが、ただでさえ先発3本柱が強力なブルワーズと戦うだけでも一苦労なのに、ここにさらにラウアーも加わるとなると、ドジャースからすると悪夢と言えるでしょうか。はい、続いてはミルウォーキーブルワーズ。ブルワーズは今季コルビン・バーンズ、ブランドン・ウッドラフ、フレディ・ペラルタの先発3本柱を中心とした強力な投手陣を武器に、すでに中地区優勝を決めていますが、そんなブルワーズが対戦したくない選手は、同じ地区のカージナルスのスーパースター、ノーラン・アレナドではないでしょうか。カージナルスはワイルドカードからの戦いであるため、ブルワーズと対戦するためにはドジャースとジャイアンツという厚い壁を乗り越える必要がありますが、対戦することになればブルワーズはアレナドをいかに抑えるか、かなり頭を悩まされることとなるでしょう。ロッキーズ時代よりアレナドはブルワーズとの相性が良く、通算50試合でホームラン14本、 OPS10 割5分とかなり打たれていまして、カージナルスに来た今季も OPS8 割7分9厘と、まあ、通算の対戦成績が非常に良いので多少見劣りしますが、それでもなかなかブルワーズとしては対応に苦労していることが見受けられます。プレイオフのような短期決戦であれば、エースクラスの先発投手を複数抱えるブルワーズはかなり優位にシリーズを戦えそうですが、そうは言ってもやはりブルワーズから見た場合のアレナドのように、なかなか抑えることができない選手が一人でもいると、そこをきっかけとして傷口が広がるということも考えられるでしょうから、カージナルスとの対戦がもし決まれば慎重に勝負したいところです。
はい、続いては奇跡とも言える17連勝でワイルドカードを獲得したセントルイスカージナルス。カージナルスはトレードデッドラインの時点でプレーオフ圏内まで 7.5 ゲーム差離されていて、今季のプレーオフ進出はかなり厳しいかなと思っていたら、この終盤の17連勝でプレーオフに滑り込んできたあたりはさすがは名門球団ですよね。ワイルドカードゲームでは西地区のドジャースまたはジャイアンツと対戦することとなりますが、カージナルスからすればできればドジャースとは当たりたくないでしょう。というのもローテーションの順番からしてドジャースはおそらくワイルドカードゲームの先発にマックス・シャーザーを当ててくる可能性が高く、カージナルスはこれまでの対戦からもシャーザーをかなり苦手としてきています。まあそもそもシャーザークラスのピッチャーを得意としているチームも珍しいでしょうが、通算では防御率 2.76 に抑えられ、今季に至ってはシャーザーはカージナルスを相手に14回でわずかに1失点。トレードデッドラインでドジャースに移籍してからシャーザーが超人的な活躍を見せている点もカージナルスとしてはあまり嬉しいことではないでしょう。カージナルスはおそらく NL の中で一番勢いを持ってプレーオフに進出することができたと思いますが、その勢いが果たしてシャーザーというハードルを乗り越えることができるだけのものなのか、こちらは一つ大きな注目ポイントとなってきそうですね。はい、続いては東地区首位を走るアトランタ・ブレイブス。ブレイブスはアクーニャの怪我やオズーナの逮捕など誤算だらけのシーズンを送りながらも、トレードデッドラインでの効果的な補強や前半戦首位を走っていたメッツが失速したことにも助けられ、後半戦に入ってから首位に浮上。残り6試合で2位フィリーズと 3.5 ゲーム差と比較的余裕のあるゲーム差となってきましたので、このままいけば東地区の代表としてプレーオフを戦うこととなるでしょう。そんなブレイブスが対戦したくない選手、 NLDS で対戦するであろうブルワーズの選手ではこちらのコルテン・ウォンが該当するのかなと個人的には思いました。ブレイブスは今季ブルワーズとの対戦は3勝3敗の5分で終えることができましたが、ただウォンにかなり打たれていまして、5試合で22打数10安打、打率にして4割5分5厘。9月に入ってからのブルワーズは全試合でウォンを1番で起用していますが、レギュラーシーズンでの対戦と同様にこのウォンにかなり打たれてしまうようですと、ブルワーズ打線一気に勢いづきかねませんので、ブレイブスとしてはどうにかその展開だけは避けたいところですね。リードオフのボンをいかに抑えるかがブレイブスにとってはディビジョンシリーズ突破の鍵となってもおかしくはないのかなと思っています。最後はフィリーズについても少し触れておきましょう。先ほどのブレイブスのところでもお話しした通り、フィリーズは 3.5 ゲーム差で東地区首位のブレイブスを追いかける展開となっていますが、一応ブレイブスとの直接対決2試合を含むシーズン残り5試合というところで、わずかながらではあるんですけれども地区優勝の可能性を残しています。数値の面では少々厳しい印象は受けますが、ただ逆転で地区優勝を果たした際にはやはりブルワーズとディビジョンシリーズを戦うことになるわけなんですが、そこで気をつけたいのはロレンゾ・ケインでしょうか。ケインは通算でフィリーズ相手に打率3割4厘とよく打っており、35歳になった今バッティングこそ衰えが見えますが、フィリーズ相手には今季も打率3割5分7厘と相性の良さは変わっていません。また今季のケインはフィリーズ戦で出塁率5割5分とめちゃくちゃ塁に出ていまして、6試合で6得点と得点にもしっかり絡んできています。フィリーズは今季ブルワーズ相手に5勝2敗と勝ち越しており、対戦成績の面では分がありますので、地区優勝できた際にはそこでホッとせず、ケインを抑えるための案をしっかり練っておきたいところですね。という感じでプレーオフ進出、あるいは進出の可能性のあるチームが対戦したくない選手をご紹介してきましたが、最大5試合あるいは7試合の短期決戦では何が起きてもおかしくはない中で、こういった相性の良さがシリーズの展開そのものに影響してくるなんてこともあるかもしれませんよね。プレーオフご覧の際にはこういった特定のチームに対する相性というのにも注目して見てみると意外と面白かったりするかもしれませんので、見てみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。次回のエール編もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。